はい、今回のテーマとしては大手ソフトのブロックの重要性について解説をしていきたいと思います。この動画は私個人の意見であり参考程度にご視聴ください。まあ、大手ソフトといえばスマッシュ、ミート、カウンターといったパチパチパチって弾くような技術がすごいこう注目されがちになってくるんですけど、まあ、ここ最近でお伝えさせてもらったようにドライブであったりツッツキであったり、そういった小技もやっぱり大事なんですね。で、今回はその小技の中のブロックに焦点を置いてお話をしていきたいと思います。まあ、表ソフトの方がブロックを使用することによって何が良くなるのか、なんでそれが大事なのか、まあ、そのポイントの一つ目としてはプレーにリスクを負わせる必要がなくなってくるということです。まあ、表ソフトの方でも攻めることがすごい大事なんですけど、攻めだけになってしまうとそういうこと緊張した場面とか相手がどんな相手でも打たなあかん打たなあかん打たなあかんってなってしまうんですね。そうなるとやっぱりリスクが出てくるんですよ。まあ、攻める卓球ってすごいかっこいいですし、それこそ当たり出したら止まらないんですよ。格上をポンって倒すこともできるし、まあ、すごい魅力のある卓球かなって思うんですよ。ただやっぱり表ソフトって前陣やから攻め続けるのって限界があるんですよ。で、その中で無理しても無理してでも攻め続けてたら、まあ、勝つことはできるかもしれんけど、まあ、その一個コロッて負けたりもすることも出てくるので、まあ、その中でブロックは大事になってくるんですね。相手が自分から打つのが苦手な方とかいらっしゃるんですよ。で、そういう相手に対して自分から無理して攻めるんじゃなくて相手に打たしといたら点になるような相手もいるはずやのに、そんな相手に対しても自分からドンドンドンって打ちに行って逆にブロックが上手で振り回されて負けたりという可能性もあるので、まあ、相性が出てくるんですね。で、その時にあ、この相手やったら打たして勝てるわと思った時にそういうことずっと厳しく送って相手を振り回すみたいな卓球ができたら、まあ、リスクを負わずに勝つことができますね。これが一つ目のポイントかなと思います。リスクを負わずに卓球することができる、これすごい大事です。二つ目のポイントとしては緩急をつけやすいというところです。それは攻める時でも緩急でいろいろつけることができると思うんですけど、ブロックの場合は、まあ、それこそ上回転伸ばすナックルでやろうと思ったら下回転といったありとあらゆるボールの質を生み出すことができるんですよ。まあ、これはちょっと技術力にもなってくるんですけど、ちゃんとブロックっていう技術を極めることができれば自分から攻める以上の変化幅を作ることができるかなと思います。まあ、特に表ソフトなんですし、表ソフトならではのナチュラルな変化に自分から作る変化が加わったらもう相手からしたらそれは試合したくないわと思われるような卓球になるので、まあ、そこがすごいいいところかなと思います。ボールを深く飛ばしたり短く飛ばしたり、まあ、攻めでもやっぱり速いボール遅いボールって仕分けたりはするんですけど、短いボール深いボールってなかなかできないと思うんですよ。ループドライブとかやったらまた別なんですけど、そういうことスマッシュで短い長いとかないじゃないですか。ただブロックやったら短く落としたりとか深く伸ばしたりとかそういうのが比較的やりやすいかなと思います。それがブロックのいいところだと思いますね。そうすることで自分が無理せんでも相手が苦しんでくれる、変化をつけれるといった点もあるので、やっぱりブロックっていうのはすごい大事な技術かなと思います。3つ目のポイントとしてはプレーに安定性が出るということです。まあ、リスクと同じような部分になってくるんですけど、やっぱりトーナメントを安定して勝ち上がろうと思ったら攻め一辺倒じゃダメなんですよ。団体戦とかで1個強い相手を倒すとかやったらそれでもいいかもしれないんですけど、トーナメント勝ち上がろうと思った時にいい時悪い時の差が激しかったらなかなかトーナメントって勝てないんですよ。それは人間調子が悪い時だってあるんですよ。その時に攻めるんじゃなくてブロックとかいったそういうところで勝負することができたら、まあ、しんどい時とかうまいこといかない時でも勝ちに結びつくと思います。安定性ですね。表ソフトはもうなんか荒っぽい卓球やから安定性はせなあかんっていう考えもあると思うんですけど、まあ、それも間違いではないんですよ。それは裏に比べたらボールは直線的になってしまうから安定性は確かに落ちるかもしれないんですよ。ただそこを技術でちゃんとカバーできるようにしたいです。そこで大事になってくるのがブロックですね。相手に打たせてくる前陣なんで、特にフォアで回り続けるとか打ち続けるって難しいと思うので、そこで一本いなすような技術があればプレーに安定性が出てくるかなと思います。で、次はブロックを上達する上でやった方がいい練習についてお話をしていきたいと思います。ブロックを上手になる上でやっぱりやっていただきたい練習は、まずは当たり前かもしれないんですけど練習相手ですね。まあ、それこそ課題練習とかやってたら自分の練習相手の練習がやっぱ分かれてくると思うんですよ。基本練習やったら、まあ、自分がブロックする側も出てくると思うんですよ。そのブロックです。フットワーク練習は回す時のブロック、それ相手は嫌かもしれないですけど、まあ、表ソフト使ってミスしない、まずブロック練習で、それはいろんなカウンター気味とか伸ばしたりとか短くとかいろいろやらないといけないかもしれないんですけど、
まず一番最初に大事にしていただきたいのはミスしないというところです。そこがない上で適当にこうバンバンバンって打ち返していいボールいってるわって思っても絶対に安定しないです。まずはナックルとかそういったやらしいボールを送る必要は全然ないんですよ。とりあえず相手のコートで返し続ける、そういうこと3点フットワーク2本2本回してくれって言われたんやったら、その2本2本3点の場所にまずはミスなく送り続ける、そこを徹底しましょう。それができた上でその中で実践に近い練習としてちょっと伸ばしたりとかナックルにしたりとか短く止めたりっていう風に変化をつけてもらったらいいので、まずは練習相手、練習相手からブロックの質を高める、ミスしないというところを徹底しましょう。2つ目は波及練習ですね。ちょっと自分の負荷をかけた方がいいんですよ、ブロックの場合は。まずはバック反面であったりフォア反面にドライブをバンって打ってもらうんですよ。強弱いとかもいろいろやってもらったらいいんで、それに対してラケットの当たり損ないを減らすということです。ラケットの真ん中にちゃんと当たってしまえば、ほんまに変な打ち方じゃない限りは台の中に収まってくれると思うので、まずはラケットに当てるということです。多球練習やから相手も容赦なくバーンって打ってくると思うんですけど、それに対して逃げるんじゃなくて体全体で抑え込みに行く。それ顔で取るわけじゃないですけど、イメージですね、体全体でボールに逃げることなくしっかり抑え込みに行く。でその中でいろいろあるんですけど、まずはラケットの真ん中です。応用編の話は今あまりしないので、まずはラケットの真ん中に当てて返すということ、そこを徹底しましょう。バックでも一緒ですね。バックでも手でこうやって押さえに行くんじゃなくて、これ多いんですよ、やっぱりブロックするときに相手のボールに対して怖がってこうやって取りかかると、先ほど練習とかやったらバコーン打ってくるから、それに対して逃げるんじゃなくてちゃんと体で押さえ込んでいく、体の前でしっかり受け止める、そこを徹底したいんですね。その徹底する練習をやる上で先ほど練習ってすごいいい練習だと思います。フォア反面、バック反面、慣れたら前面です。前面は一番難易度高いかなと思います。前面に速いボール、遅いボール、回転かかったボール、かかってないボール、いろいろ相手に遠慮なしにバコーンって打ってもらうことによって、それを必死で本気で止めに行く。ブロックやからといって棒立ちで手だけ伸ばしに行くんじゃなくて体全体でしっかり合わしに行く。それをやることで最初はうまいこといかないかもしれないんですけど、やっぱりだんだん目がついてくるんですよ。相手のラケットを見たりとか飛んでくるボールを見たりとか、その無意識のところですね、そんなこう意識してやるもんじゃないんで、無意識の部分をしっかり鍛えてあげて反応することが大事です。ブロックってそんなこうしっかり構えてやることって、待ってたら別ですけど、やっぱ試合とかで突然打たれたりするときにパッて止めれないと話にならないんですよ。それこそ表ソフトって前陣なんやし、前陣で読めることは読めるけど、やっぱ逆図から行くことってあるじゃないですか。その時に止めないといけないですよ。それで大事になってくるのはやっぱり反応です。反応はやっぱり練習しないといけないですね。どんだけこう理屈でいろいろ考えても、やっぱりボール飛んでくるボールに対してパッて合わせるのは理屈じゃないんで、反応を鍛えるために多球練習はしっかりやっていただいた方がいいかなと思います。まとめとしては、表ソフトでブロックというのはとても大事です。分かりきっていることかもしれないんですけど、前陣で全てのボールをフォアで回るのはやっぱり厳しいです。それこそ社会人になって練習量が減ってきている中で、フォアで回れる時間って限られてると思うので、そこに練習時間を割くのも大事なんですけど、やっぱりトーナメントとかを安定して勝ち上がろうと思ったら、そこだけにこだわりすぎるのも良くないと思います。ブロックですね、打つ時もドライブも、そういった細かい技術を極めることで卓球のレベルが上がってくると思います。それは皆さんド派手な技術の方がやっぱやってて楽しいんですよ。スマッシュ、カウンターとか、それも大事ですけど、そこに至るまでの技術もやっぱりしっかり焦点に置いてもらって練習はやってもらった方がいいです。それは面白くはないかもしれないですね。打たれっぱなしだし、なんかムカつくなとか思うかもしれないんですけど、そこをグッとこらえて我慢する練習をしっかりやってもらうことで試合の大事な場面で生きてくると思います。そこは絶対に約束できることなので、それを鍛えるための練習は、いろんな方法があります。今回お伝えさせてもらった練習方法もそうですし、自分なりになんか負荷をかけて練習をやってもらったらいいかなと思います。完全にコース分かってて取る練習はほんまに基本の基本なんで、そこからは自分にとってちょっとしんどい練習をやっていくことで、レベルの技術の向上につながってくるかなと思います。この動画は私個人の意見であり、参考程度にご視聴ください。もしこの動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。